宇宙ショーへようこそは2010年公開の日本のアニメ映画、マスナリにとって初の劇場版監督作品。制作に際して脚本に倉田秀幸、キャラクターデザインに石浜雅史、音楽に池、大広白気鋭のスタッフを集結。制作は a 1ピクチャーズが行う。キャッチコピーは修学旅行は宇宙でした。 来場者特典として宇宙正明モリアルフィルムをプレゼント。立命館大学では学生による学生応援ブログを開設。日本宇宙少年団とのコラボレーションとしてヤック公式サイトにポッチリックマンが出張出演している。タマルヤとのコラボレーションでは限定パッケージのわさびふりかけが発売、劇中でも使用している。また公式サイトではスタッフコメント100や 応援メッセージモザイクアートなどの企画も行われた。全国21館で、ロードショー。小規模公開ながら、子供から大人も含め幅広い支持を得ており、ピア初日満足度ランキングでは、アルゼンチン単語伝説のマエストロたちと同点の第2位となった。村川村は、都会から遠く離れた自然に囲まれた土地。夏休みの子供だけの合宿のために小学校に集まった。 夏木たち五人は、行方不明となったウサギを探すために裏山に足を踏み入れるのだが、そこでミステリーサークルと犬の姿をした宇宙人のポッチを発見する。大学教授でもあるポッチは、50億年前に絶滅したと思われていた植物、図眼に似た植物を地球で発見し、現地で研究を続けていたが、先日の違法採集者との戦闘で怪我を負っていたのだった。 ポチは解放してくれたお礼として、数々の宇宙人が集う月面都市へと招待する。5人が見たこともないお菓子や乗り物、今宇宙で最も注目されている番組、宇宙ショーを楽しんでいる間、ポチは研究レポートの提出と警備強化を申請するが、その結果、月からの地球便がすべて通行禁止になり、帰れなくなってしまう。吉海清人、大原隆 岡林文康氏、小木野聖郎、河田義正、須崎聖子、高中博之、高橋健次、田久保修平、樋口里志通、足立智、尾崎玲奈、杉浦奈子、中島明、長田より子、広瀬ゆ香、山口徹ゆ子、藍沢流星、木村真月、田中愛生、松浦歩美、渡辺哲二東京 MX より2010年6月13日に、 劇場公開前に本編導入部分となる22分が放送。これまでも冒頭部分が公開前に放送されることはあったが、地上波での放送時間としては史上最長となる。また、2010年6月26日に CS 放送アニマックスで放送の作った人内でも本編冒頭22分を放送。また6月21日、22日にはギャオ。 や YouTube にプレックスオブアメリカ公式チャンネルで期間限定無料配信も行われた。2010年6月20日放送の公開記念特別番組。超 A&G で2010年6月18日より放送。作画は小野里仕様。月刊コミック電撃だよ2010年8月号から2011年4月号まで連載。単行本前一巻。 ISBN 九百七十八から四から零四から八十七万四百三から八ありがとうございます。